一の坂川は、山口県山口市を流れる沢原の川水系の二級河川。萩王館の峠の一つである坂道峠南側の、山口市上宇野霊近景の滝付近に源を発する。山口市中心部を南へ流れ、山口市朝日通りと山口市三和町の境界から、沢原の川に交流する。川沿いには桜並木が植えられ、山口市における桜の名所の一つとなっている。 また、湖岸に水生植物が生えやすい工夫がなされており、6月にはホタルの乱舞を見ることもできる。室町時代に大内市が一の坂川を慶の鴨川に見立てて町割りをしたと言われており、山口が西の慶と言われるゆえんとなっている。左岸の建工事エリアには現在も当時の町並みが多く残る。1971年8月6日、 台風19号による豪雨により氾濫。あと、河原の遺体で95個が床上浸水した。氾濫箇所は、市の坂川を管理する県により河川改修が計画されていたが、風池保存を望む地元からの意見との間で論議があり、工事の着工が見送られていた。これを受け、県は市の坂川の整備方法を再検討。 五番工法をホタルの生息に配慮した雑割りしからずみ五番候を採用した上で上流部の山口市場天花に1984年に治水ダムを建設した。ありがとうございます。